アマテラス大神と嵐の神サノンの王とが己の力量を試す。前へと手繰り寄せている。オフロードはその身に恐るべき呪いを受けた。クロードはもう一組に身の毛立つ呪いを送った。灰の匂いムクロの匂いが荒々しい鬼の一部を前へ前へと手繰り寄せている。恐るべき呪いをかけた。光すら届かぬ闇の内から悪鬼の杖が静かに忍び寄る。恐るべき呪いがクロードは恐るべき呪いをかけた。クロタケリク狂う鬼の杖がついに姿を見せた。一矢を抜く御霊守の触りにより勝利が遠のく。恐怖の化身が真実のように現れた。たけだけしいよ。もう一組が勢いを増すにつれこちらの望みは絶たれつつあった。光すら届かぬ闇の内から悪鬼の手が静かに忍ぶ。勝利をクロードは鬼の大群れを全て退けた。しかし次の群れが続く。灰の匂いとムクロの匂いついに最後の敵の一匹が倒れ伏した。守護神は喜び勇み我が英雄も褒美を賜ったそうな。